箱の中身は、なんだろう。240件。やっぱりお金だね。で、このダンジョンとかいう名前のダンジョンの探索をやってくんだけど、まあ、右上の方に宝箱があって、なんかタコも出てきて、左下の方にもなんか、あるんじゃないかなとは思うんだけどさ、ちょっと喉がすげえガラガラしてるわ。で、エナジーボルトぶっかまして、一回あれだな、その宿屋行きてえな、みたいなこと言ってたと思うんだけど、行けてねえんだよな。まあ、宿屋行かなくてもどうにかなるか。いや、行った方がいいか。いや、水魔法さえ使えれば別に、いらないっちゃいらないかもしんないんだよな。まあ、ここ最近、アルベルトだっけこいつの名前。アルベルトが、魔法をあまり使って、あ、魔法じゃない、物理攻撃あまり使ってないから、武器のレベルが、ちょっと上がりにくくなってる可能性も、考慮しないといけないのかもしんない。これは、あ、完全な外れか？また、なんか道があるな。どっかから出てこれてる、出てこれてる、出てこれてる。はあ、はあ、はあ、やっぱ見逃してるな。見逃してる宝箱とかがあるから、この探索はやって正解っぽいわ。で、160金手に入れて、まあ、基本的に立ち止まらないで行く方がいいわな。で、これで外周は全部見たのかな。外周全部見たっぽいな。やめて。また出てきたか、このカニ。で、距離が離れてるから、まあ、はやぶさ切り。からの前に出る。からのはやぶさ切り。アルベルトもな、もう何もできなくなっちゃったから。あ、そういえばなんか覚えたわ。これダブルヒット。俺前回のパートで言ったっけ？ダブルヒットって言わざ、なんかガーララフレイルの使い手バーバラが覚えてくれたんだわ。いやでも敵勝てえな。やっぱ早畑切りが弱すぎる。おお、いいね。いいダメージ。毒食らってるけど、なんか毒食らったの初めてじゃないか。あんな風にドクロのマーク出んのか。麻痺とかはちょいちょい食らってたと思うんだけど、毒食らったのは初か、何気に。で、ある程度ステータスも回復して、ステータスも回復っつうか、ステータスも上がって、んで、多分もうない。多分もうない。うえぇ。この化け物、この獣どこまで行くんだ。よしよし、うまいこと回避して、この隙間見えないのほんと怖いよね。あの隙間見えないせいでさ、この左側の部分。多分壁みたいのがあるんだろうけど、そのせいでさ、うわー出てきてやがった、危ない。そのせいで、さっき戦闘になったんだよな、実況撮ってなかった部分で。でもいいや、この辺は戦っていこう。あ、新キャラ。なんかあれだな、半身浴してる、マッチョみたいに見えるな、この佇まい。スレイブオーガー。あー、なんかすごい脳筋タイプの敵でしょ。見るからに脳筋だよ。絶対強いだろう。ちょっと前出るか。なんかボコられて死にそう。もうちょっと、ね、眠らせることできないか。体当たり。うほらね、やっぱ強いよね。でも135か。ガラハドの HP が、どんぐらいだ。マックスもうちょっとあるよな。多分俺が回復を怠ったせいであいつくたわったと思うんだけど、もう死んだ仲間の残り HP を確認できないのがちょっといたたまれないね。まあ普通にぶん殴るか。あ、待て、アイシャもガーダルフレール持ってるんだから、ガーダルフレールでぶん殴ろう。もう総攻撃。いや硬いな。え、今、防御したの敵？あ、いや、アルベルトが弱すぎんのか。いや、防御無視してダメージ与えられんのか。こいつらに、ガードすることで、後々あれか？なんか様子見みたいな感じで、
物理攻撃食らって死にかければ死にかけるほど強くなるみたいな、いやそういうわけでもなかった。なんかめっちゃダメージ通ったのは防御力に関係なくダメージ与えられるみたいな武器だからなのかな。ガールフレイルレベルアップいいね。待って、あー135ダメージ食らったら死ぬわな。でちょっと回復、いや癒しの水がなくなってしまった。いやまあどうにかなるだろう。おお、お宝の前に雑魚戦、うわー、まあいいや、戦うか。ボブゴブリン初めて見るな。でスカイウォー、スカイウォーカーじゃねえよ、スカイウォーカーってなんだあれか、メトロイドじゃなくてなんだっけ、スターウォーズか、スコーカーな、スコーカー。こいつがなかなか戦いたくないタイプの敵だから。でかまいたちをまあぶちかますと、なんか後ろのやつに2体にダメージ入るみたいな仕様なんだよな。あーでアイシャも演武剣で手前のやつ攻撃すると上の方のやつにもダメージが入ったはず。ダブルヒットもおそらくそんな感じの技なんじゃないかな。ダブルヒット。あ、違う。え？二度蹴り的な？おー、で、これが2回攻撃な。おー、強いな。やっぱ、技使えばマジで強えな。で、これが、ワルツ。オッケーオッケー。ボス戦みたいな感じの戦い方をしてしまったのはちょっと怖いな。今後、響くかもしんない。こっちもな、そこそこ強く出待ちすんな、そこそこ強くなってきてるから、あんまり技使わない方がいいよね、きっとね。で、ちょっともう目が今もうめっちゃ乾いてきてる。間違えた。コンタクトレンズがさ、コンタクトレンズつけたまま実況してんだけど、もう目の乾きがなかなかえげつない。ちょっと目薬も定期的に刺して、うわー、いやー晩ご飯食べて、いや同じ日に実況してんだけどさ、さっきのパート何10とか11とか撮ってた時と同じ日に実況また撮ってんだけど、喉やっぱガラガラなんだな。まあ、とりあえず全員総攻撃で、これあれだろ、後ろのやつ、うん、後ろのゼリーみたいなやつは一歩後ろにいるから徐々にしか攻撃ができない。でも多分このターンで下にいるあの黄色いなんかタンみたいな敵も倒せるんじゃないのか。全員総攻撃でぶん殴れば多分倒せるだろう。やっぱアルベルトが攻撃弱すぎんな。アルベルト。こいつなんか呪文ばっか使わせてたから、武器が強くなってないんだよな。で、またもう見えないところで戦闘になるのマジでやめてほしいわ。で、ちょっと前に出ろお前ら。遠距離な。遠距離ができれば、いいんだけどな。アイシャの持ってる武器も、弓矢とかさ、なんか弓矢売ってたな、大弓とか売られてたと思うけど、当たり外れが大きいみたいなの書いてあったからさ、結局買ってないんだけど、どうなんだろうな、強えのかな。うわー、いっぱいいる。なんか今貫通してたな。んで、スルメイカか。ここ4パート5パートぐらいずっとスルメイカレギュラー出演してない。レギュラー出演っていうか出なかった回がないぐらいマイパート見てるわこいつ。あーで男に触手攻撃、あー おじさんに2回連続で触手攻撃。でもあれだな、ダメージにムラがあったな。最大 HP に対してどれだけダメージ与えるかの割合攻撃的なやつだったのか。とりあえず周りにいるやつらを
蹴散らさないとどうにもなんないな。閉じ込められてるから今。あ、意外とどうにか回避して。うえ、待ってたが。滝の中間で陣取ってやがった。まあ、言うて一体だけだったらおじさんとあいつの攻撃で、ああバーバラの攻撃でもか倒せるか、ガラハドの攻撃でも倒せそうだったもんだけどな。てか無知がマジ有能すぎるわ。無知っていうかガーダルフレイル。あー、これあれだな、もう一回上に落ちなきゃ。誰かいたな、この部屋。もう一回あれだな、上から落ちてきて、分岐だーよね。なんか、ゴエモン3のさ、カラクリ温泉の、手前に、なんか雪山みたいなのあったじゃん。で、その雪山で、何方向か飛び降りるべき道が分かれてたと思うんだけど、まあ、そんな感じの、ギミックが、ここのダンジョンにもあるんだろうな。で、全部のお宝回収するんだったら、まあ、全ての道スタート地点まで行って流されてここに戻ってきなさいみたいな、そういう感じでしょ。うわ、え、待って、なんか作ってんのかここ。え、無限に戦闘なる、もしかして。奥に誰かいるのか、それとも植木押したら無限に出てくるみたいな仕様なのかさ。何かしら部屋があって入れるんだったらまだ許せるんだけど、部屋も何もなくずっと戦闘なり続けたらちょっとさすがに困るぜ。あ、オッケーオッケーオッケー。はい、で200金、まあ右側から攻めていくか。うわー、今のところも何かあったんだろうな。はいはい、一番右の滝はとりあえず攻略したからよし。あのダゴンがいるところが正しい道なのか。これあれだな、あんまり下探索しすぎてたら上から魔物が降ってきそう。もうすでに降ってきてるやつ何人かいるな。いい、いい、お前万人だろ。なんか強い敵が出てくるかなみたいに思ったけど、よっちゃんいかだったわ。オルトロス思い出すよな、この足の感じ、見た目。オルトロス知らない人は FF6 でググってくれ。俺の一番好きな FF のシリーズも FF6 なんだけど、まあ、そこそこってわけでもねえけど、俺はドラクエ派だからさ、あんまり FF はプレイしないんだけど、 FF の6だけは、まあ多分3回か4回ぐらいはプレイしてるな。で、ちょっとどうしよう。あの、ガラハドももうねえのか。バーバラは？ちょっとおじさんと、ガラハドと、あれだな、アルベルト、じゃないや、ガラハド、モブキャラなせいなのかな。HP の伸び、ちょっと悪くなってきてるな。ちょっとガラハドをどっかで左遷しなきゃいけないのかもしんない。うわー、いっぱい、めっちゃいっぱいいんじゃん、この段差のところ。あー、いい、いい、とりあえず突破する。これ後ろ先手取れたか、先手は取れてんのか取れてないのか分かんないんだけど、なんか隊列乱れてる感は否めない。とりあえず前に出ろお前ら。ナムタルってなんか魔法使ってきたような記憶もあるんだけど、まあ物理技でぶん殴ればどうにかなるか。オッケーオッケー、くたばってくれた。で、敵も防御してるから、もうここで一気にもう前に出て、あー、ダメだ、おじさんまだ前に、もうちょっと前に出ていいぜ。もうちょっと売れない芸人みたいな、売れかけてる芸人みたいによ、もっとガンガンぐいぐい前に出て攻めの姿勢持つの大事だぞ。せっかくのテレビなんだから、もうちょっと前に出た方がいいぜ。さあ、これでくたばらない。
や、アイシャの攻撃力マジえぐくねえか。なんか急に強くなったなこいつ。グレムリンとかいろいろ魔物いるだろ。この悪魔今俺誰に触れたの今前にいたやつのどれに触れたからこいつらが出てきたのかわかんないんだけど、あの死者かな、なんかドラゴンみたいなアイコンに触れたような気したんだけど、このシリリーファズか、いや多分あのなんだっけ、腐った死者だっけ、腐った死者みたいな名前のやついたと思うんだけど、そいつに触れたと思うんだよな。まあワンパンでは倒せんか。変な攻撃してこないで。あい、全員防御してくれてる。全員ナメプしてくれてるわ、ありがたい。呪われた死者か。俺なんつってた、今腐った死体みたいなこと言ってなかったか。まあ呪われた死者なんだから、腐った死体とほぼ同じような意味だから仕方ないわな。ちょっと目がシパシパしてるから定期的に目薬を刺さないとやってけねえ。目薬ってなんで刺すって言うんだろうな。なんか他になんか表現なかったのか。てか英語だったら目薬を刺すってなんて言うの、ユーズアイドラッグみたいな感じで言うのかな。まあ、アイドラッグか目薬なのかわかんないんだけど、目薬を使うとかって言うんだったらわかるけどさ、目薬を刺すっていうなんかあれだよな、日本語のちょっと独特な部分あるよね。やっぱこのフレイル強えわ。やっぱある程度値段張ってる武器買ってやればそこそこ強いな。って言ってもガラハドの方が強いか、バスタードソードを装備してるガラハドの方が。まあ脳筋だからな、仕方ないわ。力に全捨て振ってるようなもんだからな。いや多分そろそろなんかボスが出てくるような気もするんだけど、ていうかここあれか、滝壺を流された後にさ、上に戻る道なかなかないよね。そのまま今階段降りてきて、こんだけなんかモンスターいっぱいいるモンスターハウスみたいなところに来てるわけじゃん。はいはい、うまく巻いた、うまく巻いた、うまく巻いたけど二手に分かれてんな。こっちか。これなんか上あれだな、上は上で脱出用の道を、なんかマンドラこれもうお前大根選手じゃねえかよ。完全にエストボレス戦記2に出てきた大根選手だぞお前の見た目。しかも大根選手よりちょっと色が悪いわ。土から出したてみたいなさ、土から出して全く洗ってない色の大根してるぜ。頭の葉っぱも伸び放題だしよ、ゴンさんみたいな髪になってるじゃん。であとこのシャレ神戸もほふって、いや多分左の上出口だと思うんだよね。さあどうだ、出口に繋がってるんじゃないかなって思うんだけど、やっぱそうだな。いや出口行かなくていいか。うまい具合に敵の地獄から回避して、あとは門番よ。お前ボスか。あ、こいつなんだシルエット。バルバルってさ、あれか、前にどっかが民家の中に2体で出てきたやつか。そいつだよな、こいつ。今思い出して、思い返してみるとさ、多分そうだろう。どっかのお城の右上の空いてる民家から行けるみたいなさ、ところあったと思うんだけど、そこの輩だろ、こいつ。いいね、ステータス大幅アップ。もうだいぶカットしたと思うんだけど、レベル何個か上がったわ。あ、宝200金。あ、ただ金があるだけ。あれじゃん、あれか、つうかこのダンジョン、まあ、このダンジョンに限らずだと思うんだけど、だいたいこのロマサガに出てくるダンジョンって
お金、多いよね。ちょっとウエストエンド一回戻って、まあ、宿でちょっと、身支度だよな。身支度整えて、もう一回今の、洞窟の、その最初の分岐、俺右の方落ちてったと思うんだけど、あれをもし右に落ちずに、左の方とか行ってたら、何があったのか、それを確かめに行こう。新しい魚の敵出てきたな。キラーフィッシュ。あとはもう一匹、もう見た目シャチにしか見えないやつが出てきてるんだけど、あいつ名前なんて言うんだ。あ、オルカ。オルカってなんか聞いたことあんな。なんかシャチ英語で言うとオルカじゃなかったっけ。なんかカービィのボスにもオルカみたいな名前のやついた記憶があるんだよな。で、お前は充血した魚を倒してくれ。キラーフィッシュ。キラーフィッシュって名前、よく聞くよね。ゲームになんかそういう名前の魚の敵よく出てきてた気がするわ。聖剣伝説2にも出てきてなかったか、キラーフィッシュって名前の。まあまあ強いか。こっちのレベルが上がりすぎた可能性もあるからな。まあ、ここの今水路のマップについてるんだけど、水路のマップの手前のマップでもなんか前にサムネかな、サムネにしてた竜人族だったかな、それの亜種みたいな敵とか、全く見たことない緑色のなんかバッタみたいな兵士みたいな敵と戦闘になってたからな。うわー、こっち、あ、こっち同じ道ね。で、ここの右を俺さっき言ったから、今度こっち左側。はい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 、なんか見つかった。あー、オッケーオッケーオッケー。200金。こっち側の、うわー、はびこってんな。ここは全部同じかな、左も右も。あー、同じくせえな。あー、待って、俺ここ見つけてねえわ。 こんなとこに何かあったんだ。はい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 。え、これ何、脱出用の道。あ、なんだこれ、脱出用じゃない、この天へと続く階段。あー、なんだ、ここで脱出してればもっと早い段階で戻れるのか。長えな、しかし。え、出れ、あ、なんだ、ここに繋がってんのかよ。俺完全になんかあれかと思ったんだけど、どこ降りようかな。今もう右と右から2番目の部分は降りたから、だから左側の2つ降りた方がいいのか。これ構えたちで倒した方が早いと思う。で、エナボルト、まあ、こいつは適当になんか前に出たり防御してたりすればいいんじゃないかな。さあ、ワンターンキル、ワンターンキルできるか。もうシフがめっちゃ構えてんじゃん。どんだけかまいたちぶちかましたいんだっていう話なんだけど、半魚人強え。半魚人思いのほかタフだった。てか、シフの攻撃力をちょっと過信してた部分があるな。なんか想像してたよりも、ちょっとダメージが小さくて、萎えてたわ。オッケー、仕留めて。半魚人も、なんかそろそろ色違いの半魚人出てきそうだよな。半魚人2とか、半魚人3みたいのが、出てきそうな気がする。待って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 。素通り。あ、お前滝登りできんのかよ。はい、左側。待って、今ここなんかあったよな。今の途中、なんかなかったか。途中になんかあったようにも見えたんだけど、気のせいか。俺の空目かもしんない。これ階段の下の方で待ってれば敵引き寄せて、後でだいぶ楽ができるみたいな、そういう展開ありそうだよな。あ、ちょっと待って、画面フリーズした。たまにあるから困る。で、ここ今なんかなかったっけ？さっき通った場所かが。ん？いや、さっき通った場所か。
あれなんか違くね？撮ったよね、うん。あれじゃあ全部見たか、これで。なんか分岐があったように見えたけど、気のせいか。ま、気が向いたらちょっと編集の時に確認するかもしれないけど、何か見間違えたのかな。もうおじさん年だから目がちゃんと機能していないんだよ、悲しいことに。でちょっと目薬でもさすか。あー、いつの間にか上についてた。でこれでもうこのお城じゃねえや、このダンジョンに用はないから。ダンジョンの名前がダンジョンって斬新だよな。なんかもうちょっとなんか川のなんとかみたいなさ、川の洞窟とかいろいろあるだろ。まあ、川の洞窟っていうのもちょっと単調すぎるけどよ。ボスキャラとかがいるんだったら、そのボスキャラの名前を洞窟名にしたりとかさ、いろいろひねれたんじゃないのみたいに思うんだけど。もう一気に技使いまくりでいこう。このシニアコボルトだっけ、こいつがちょっと厄介なんだよな。なんか眠り攻撃みたいにしてくるじゃん。なんか前衛にいるキャラに眠り攻撃みたいな、そういう技使ってくるから苦手だよな。いや、なんかケルベロスと戦うことになりそうだから一回ちょっとセーブ。さあこれでどうよ。そもそもこのフォルムのやつはケルベロスなのかどうかっていう疑問もあるんだけど、多分に2本足で立ってる獣タイプの敵なのかな。待て、アイアンソードで、あ違う、アイアンソードじゃダメなんだ。なんだかんだね、魔法攻撃をずっとアルベルトは使い続けてるんだけど、果たしてどれぐらい効果があるのかどうか。いや、水の回復魔法さえあれば別に、月だっけ、月の魔法だっけ、覚えなくてもいいんだよな。オッケーオッケー、うまい具合に巻いたぞ。うまい具合に巻いて、もう誰とも戦いたくない。俺はもう疲れたんだ。とっとと村に戻らせてくれ。てかお金そこそこ貯まってるんじゃないか。宝箱の中にさ、お金入ってること多いでしょ。で、4300円まで貯まってるんだもん。もう十分だろ。はい、村。また村に戻って。どうだ、これでちょっくら進展とかしてるか。あの岩砕きじゃないとダメだった場所あったじゃん。あそこの岩がなくなってるみたいな、そんなうまい話はねえか。ゴローニャみてえだよな、あの岩の感じ。ついにモンスターを追い払いました。わははは。あーってことはなんか進展あったのか。モンスターに攻め込まれてるんですみたいなこと言ってた村か、ここ。村の周りのモンスターたち東にあるダンジョンから来るみたいだね。あー、さっきの俺が攻略したダンジョンか。まあ追っ払ったんだったらもういいんじゃないのか。普通にもう食料庫とかもそんなに守んなくてもいいだろう。なあなあ女。フロンティアの奥地には人類のまだ目にしていない数多くのモンスターたちが住んでいます。いつかモンスターを追っ払ってここを自分たちの国にするんだ。いや、セリフ変わってねえか。なんかセリフ変わってない気がすんな。いや、なんだったらさっき第一村人いたじゃん、こいつ。この第一村人のセリフも実は変わってなかったとかなのかな。で、なんかフラグを回収してないからあの岩を動かすこととかができないんだろうね、現状。横から入れるみたいなのもないか。で、もう一個の村、ここなんだっけ、ヴァンパイアだったなんてみたいなこと言ってた。それしか言ってくんないもんな。じゃあもうここの大陸でやるべきことはもう全部終わっちまったか。まあちょっと武器防具で良さげなやつだったら買いたいなって思ってたんだけど、フレイルか。あ、バスターソードってあいつ持ってるよな。これどうなんだ、
フレイルをさ、いや買わない方がいいか。他にもっと強い武器あるかもしれないから。今さらバスタードソード変えてガラハドにとかアルベルトとかに装備させるっていうのもな。うん、いやまあいっか、変えなくてもいいや。それにガラハドが本当に最終局面まで使うかどうかも微妙だしな。なんかドラクエ6でいうところのアモスみたいな存在だろ、そのガラハドの存在って。まあガラハドとかあとミリアムとかか。ああ、発作が起きてる。あ、俺前回のバトルであれか、俺 PCR 検査受けたって話したっけ。いや、あまりにその咳ひどすぎて病院行ってコロナの症状だっていう話して、その PCR 検査受けて陰性だったんだわっていう話したっけ。覚えてねえや。もう自分でもう誰にどんな話してるか、もう誰にっていうのもおかしいけど、実況見てる視聴者に対してなのか、自分のリアルの知り合いなのか、誰にどんな話をいつのタイミングでしたのかっていうのをもう完全に忘れてるからな。どうしようもねえわ。いいね、ジグザグに並んだ状態で。なんかレベルアップした時のあの蹴りの構えがあれに似てるよな、あのライブアライブのさ、あの中国系の人たちいたじゃん。名前出てこねえや。ユンジョーとかいたじゃん。ユンジョーとかさ、あとサモハンキンポーとかさ、あとなんか誰かいたじゃん。あの女の名前忘れたな。あの女とか、まあ、あの中国系のクンフー編の主人公のさレベル上がったっつうか、戦闘終わった後とかに、なんか喜んだりすんじゃん。その喜んでる時のポーズも、こんな感じで、竜巻旋風脚みたいな、蹴りしてたような気すんだよな。このレベル上がった時のこの構え。これマジ、クンフーの構えだろ、これ。どっか騎士官のようなものを感じてたんだけどよ。いや、ガラハドがな、ガラハドが本当にネックになりつつあるんだよな。ガラハドが近距離攻撃、近距離じゃねえや、遠距離攻撃みたいのできれば、すごい鬼に金棒なんだけど、まあ、それ言うんだったら、このアイシャとバーバラも、同じような感じなんだけどさ。まあ、敵はガードしてるかなと思ったけど、いやガードしてたのかな。であとお前だけだつくも、ハエトリグモみたいな顔してるなこいつ。でエナジーボルトぶちかまして、なんか可愛い目したクモと結構やばい見た目したクモいるじゃん。まあ俺基本的にクモ嫌いなんだけどハエトリグモがなんかこんな感じのキュートな目をしていたような記憶があるわ。いやこれいちいちこの敵がひしめいてるここを通んなきゃいけないってちょっとめんどくせえよな。鳥足早いしさ、探索しても何もないからな、ここはな。普通にただのロード、まあ、カントリーロードみたいなもんだよな。マリオ RPG でいうところのモンスタウンに繋がる道をひたすら歩くみたいな、それに近しいものを感じるわ。でも今こうやってマップ切り替えてさ、次どこ行くんだっていう話なんだけど、タルミッタ行くか、タルミッタ行っちゃうか。まあいつぞやのフルボッコにされた時を思い出すんだけどさ、